ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この前電車の中から謎の線路を見たんだ。路線図も見てもどこの線路なのかわからなかったんだ。ああ、それは貨物線か、もしくは短絡線だな。ということで今回は、あるけど、ない、路線図に載っていない鉄道路線について、解説していくぜ。そんな路線があるのね。どんなところが出てくるのか楽しみだね。それでは見ていこう。まずは、東京メトロ有楽町線の桜田門駅から千代田線の霞ヶ関駅の間にある、8-9号連絡側線だ。8-9号連絡側線って何なの？東京メトロでは路線に番号が振られていて、有楽町線を8号線、千代田線を9号線と呼んでいるんだ。その有楽町線と千代田線を繋いでいる線路がこの8-9号連絡側線なんだ。こんなところで有楽町線と千代田線が繋がっていたんだね。でもこれらの路線が相互に乗り入れて直通するところなんて見たことないけど、この路線は相互直通運転をするものではなくて、東京メトロ有楽町線、副都心線、南北線の車両が、千代田線の沿線にある東京メトロ綾瀬工場まで車両の検査に行くときに使われるんだ。じゃあここを通るのは、基本的に検査に行く回送列車だけってこと？そうだな。ただ2017年にシークレットツアーが開催されて、団体臨時列車がこの線路を走ったんだ。路線は720メートル単線の路線で霞ヶ関駅を右側通行で進入して、桜田門まで運行されたんだ。地下鉄で単線だったり、右側の線路を走ったり、珍しいことばかりだね。また、短絡線の様子がよくわかるように、この区間では車内の照明を消して運転されたんだ。これはなかなかできない体験だね。その他にも過去には小田急線の特急ベイリゾートが、この線路を走ったことがあるんだ。車両の検査の回送以外でも様々なことに使われたんだね。続いては中央線の立川駅と青梅線の西立川駅との間にある、青梅短絡線だ。こんなところに短絡線なんてあったんだ。まずは、立川駅周辺の配線図を見てみよう。上が南側で下が北側を向いていて見にくいと思うがそこは許してくれ。なんだか複雑な路線図だね。立川駅は中央線に南部線、それと青梅線も乗り入れているからな。オレンジで書かれている線が中央線と青梅線で、黄色で書かれている線が南部線だ。それで路線図に載っていない短絡線はどこにあるの？短絡線は配線図の右側にある中央線をまたいでいる黒い単線の線路だぜ。これが短絡線なんだね。でもどうしてここに短絡線があるの？この線路は中央線と青梅線を直通する下り列車が通るんだけど、この短絡線を経由することで中央線の上り線を交差することなく、中央線と青梅線をスムーズに直通させることができるんだ。中央線は通勤電車や特急列車がたくさん走っているし、青梅線の電車が線路を交差していたら中央線の電車の邪魔になっちゃうしね。またこの路線は貨物列車も通っているぜ。貨物列車は一体何を運んでいるの？かつては石炭の輸送を行っていたんだけど、炭鉱が閉山したため取り扱いは廃止された。現在は在日米軍横田基地への航空機の燃料の輸送を行っているんだ。旅客、貨物ともに大いに活用されている短絡線なんだね。続いて紹介するのは知って短絡線だ。知っては南部線の駅だよね。そうだぜ、この駅からは浜川崎支線と、東海道貨物支線までつながる知って短絡線が伸びているんだ。浜川崎まで伸びる支線は知っているけど、知って短絡線は聞いたことないわね。知って短絡線は知って駅の武蔵小杉方面の線路から分岐していて、湘南新宿ラインの下を通り、東海道貨物支線につながっているんだ。この路線は貨物列車の専用線で旅客列車は走っていないんだ。だから路線図には載っていないんだね。この区間は住宅地が連続していて急なカーブも多いため、列車は45キロあたりまで速度を落として運転するんだ。あまりスピードが出せない区間なんだね。短絡線を渡ると新鶴見機関区に続いていて、貨物列車を牽引する機関車や貨車の車両基地になっているんだ。ここは貨物の重要な拠点なんだね。また知ってより先の浜川崎支線も貨物列車にとっては重要な路線で、浜川崎から先は東京の貨物の拠点である、東京貨物ターミナルまで繋がっているんだ。東京から東北方面に向かう貨物列車は、東京貨物ターミナルから東海道貨物線、南部線、浜川崎支線、知って短絡線、東海道貨物支線、武蔵野線を経由して東北方面に向かうんだ。武蔵野線以外は聞いたことない路線名ばかりなんだけど、南部線と武蔵野線以外は貨物列車の専用線なんだ。貨物列車の路線図を見る機会はないから知らないという人も多いんじゃないかな。旅客列車は基本的に通っていないし一般的に公開する必要はないもんね。続いては新近貨物線を紹介するぜ。貨物線ということはまた貨物列車の専用線なの？そうだぜ。この貨物線は東京と葛飾区を南北に縦断している路線で、将来的に旅客列車を走らせる構想があるんだ。そうなの？
この路線は常磐線の金町駅と総武線の新小岩駅まで繋がっていて、ここに旅客列車が走ることになれば、常磐線と総武線のアクセスが可能になる上、葛飾区沿線の発展も期待できるんだ。とても便利になりそうな路線だね。葛飾区はこの新金線の旅客化について、東京都や国土交通省、JR 東日本と検討会を発足させて調査し、2030年頃の開業を目指しているそうだ。沿線の人たちも便利になりそうだし、これは実現してほしいね。2019年の3月に策定した検討案では、金町新小岩間に7から10の途中駅を設置して、この区間を20分で結ぶと想定しているんだ。整備費用は200億から250億を見込んでいるぜ。もしもこの路線が開業したら新しく路線図に乗ることになるんだね。次は東北貨物線を紹介するぜ。東海道本線の貨物線があるように、東北本線にも貨物線があるんだね。この路線は東北本線の大宮から赤羽まで東北本線と並行している路線だ。そしてこの路線は貨物線と名乗っているが、旅客列車もたくさん走っているんだ。え、そうなの？それが湘南新宿ラインの列車だ。湘南新宿ラインって赤羽から大宮までは上の東京ラインと同じ線路を走るんじゃないの？それが実は別々の線路を走っているんだ。その証拠として上の東京ラインは埼玉新都心に停車するんだけど、湘南新宿ラインの電車は停車しないんだ。そうなんだね、全然知らなかったよ。でも、湘南新宿ラインは路線図にも載っている路線だよね。確かに湘南新宿ラインは路線図にも載っているんだけど、実は大宮駅の湘南新宿ラインのホームからは、新宿方面には行かない列車が1日に数本発着しているんだ。湘南新宿ラインなのに、新宿に行かないの？そうなんだ。それが大宮と八王子を結んでいる武蔵野号と、大宮と西船橋を結んでいる下総号なんだ。武蔵野、下総？あまり聞いたことのない列車名なんだけど。まあ、1日数本しか運転されていないから、知っている人は少ないんじゃないかな。この列車が路線図に載っていない線路を通るの？そう、それが東北貨物線の大宮支線で、東北本線の与野駅から分岐して、武蔵野線に繋がっているんだ。ちなみにこの部分の線路はこんな形をしているんだ。なんか三角形の形をしてる。これはデルタ線といって、これで大宮方面から来た列車が西側にも東側にも行けるようになっているんだ。西側の西浦和方面には武蔵野号が分岐して八王子、府中本町まで運転され、東側の武蔵浦和方面には、下総号が分岐し西船橋まで運転されているんだ。この列車は東京を経由せず、かつ乗り換えなしで、東京都西部や千葉県北西部から大宮まで行けることから、利用者からは大変親しまれている列車なんだ。普通列車なのに武蔵野や下総という愛称がついているのも、他の列車とは少し違う特別感があるね。続いては大阪にある貨物線の北方貨物線を紹介するぜ。大阪も大都市で旅客列車の本数も多いから、貨物列車の専用線があるんだね。北方貨物線は、東海道線の吹田貨物ターミナルから尼崎まで結ぶ路線で、山陽新幹線の高架下に沿って線路が伸びているんだ。途中には宮原操車場という車両基地があり、主に福知山線で使用される225系や233系のほか、イベント列車用の12系客車や24系サロンカーなにわも所属しているんだ。普段は見る機会が少ないレアな車両たちがたくさんいるんだね。またこの路線は特急サンダーバードとして使われる、681系、683系も通るんだ。ここには旅客列車が走っていないの？この路線を走るのは基本的に貨物列車と回送列車だけで、定期旅客列車は走っていないが、過去には臨時列車で乗客を乗せて運転されたこともあるぜ。この線路は東海道線の大阪駅をスルーするように敷かれていて、貨物列車は大阪駅を通らないようになっているんだ。そういえば、大阪駅で貨物列車が走っているのは見たことがないわね。大阪駅は1日およそ30万人が利用している、JR 西日本最大の駅なんだ。当然、その分多くの列車が発着してる。そこに貨物列車が入ってきたら、旅客列車の邪魔になってしまうね。だから貨物列車は大阪駅を通らずこの貨物線を通るんだ。逆にこの線路に旅客列車が通るということは大阪駅をスルーすることになるんだ。それはデメリットしかないね。ちなみにこの近くには梅田貨物線という貨物路線がもう一つあって、この路線は新大阪から大阪駅の北側に繋がっているんだ。この線路は関西空港行きの特急はるかと、和歌山、紀伊方面に向かう特急黒潮が通っているんだ。この二つの列車はつい最近まで大阪駅を通らなかったんだよね。ああ、そうなんだ。それも2023年からは改善され、新しく作られた大阪駅の地下ホームに停車するようになったんだ。また、貨物列車では JR 貨物唯一の貨物電車である、M250 系スーパーレールカーゴもこの路線を通るぜ。貨物列車の中でも特にレアな車両だよね。続いて紹介するのは JR 四国の瀬戸大橋線だ。四国にも路線図に載っていない路線があるの？
そうなんだ。まず、これが瀬戸大橋線と予算線の路線図だ。瀬戸大橋線は予算線の宇多津駅から分岐して瀬戸大橋に入る路線になっているんだね。ただ実際に宇多津駅を経由している列車は、松山方面に向かう特急潮風と高知方面に向かう特急南風、途中まで南風と並結して徳島方面に向かう特急渦潮、これらの特急列車だけなんだ。あれ、マリンライナーは？高松と岡山を結ぶ快速マリンライナーは、実際には宇多津駅を経由していない。この場所は境で、宇多津、小島の3方向から来る線路が、デルタ線で交わっているんだ。高速道路のジャンクションみたいだね。快速マリンライナーは高松から境出までは予算線を通り、境出駅を出ると短絡線を経由して、そのまま瀬戸大橋に入るんだ。ただこの線路は、宇多津駅内の路線ということで、切符の経路上では宇多津を通っているものとして扱われるんだ。つまりどういうこと？実際に宇多津駅は経由していないけど、切符のルール上では通っていることになるんだ。なんかややこしいね。次は近鉄の中川短絡線を紹介しよう。それはどこにある路線なの？中川短絡線は近鉄の伊勢中川駅付近にある線路なんだ。この駅は近鉄大阪線、名古屋線、山田線が乗り入れている大規模な駅なんだ。近鉄にとって重要なターミナルなんだね。まずは伊勢中川駅周辺の路線図を見てみよう。うん？なんか大阪線と名古屋線との間に、駅を通らずに一本繋がっている線路があるわね。これが中川短絡線なんだ。この線路が開通したのは1961年で、それまで大阪と名古屋を結んでいた名阪特急は、一度スイッチバックを行っていたんだ。スイッチバックって進行方向が変わることだよね。ああ、だからその分だけ停車時間が長くなり、所要時間が余計にかかってしまった。だがこの短絡線の開通により名阪特急の所要時間は短縮され、現在でもこの線路は大いに活用されているんだ。近鉄の名阪特急は新幹線とも競合しているし、この線路がスピードアップの恩恵を受けているんだね。ちなみにこの線路も伊勢中川駅の一部という扱いで、この短絡線を経由する特急に乗車しても、切符の経路上では伊勢中川駅を通っているものとして扱われるんだ。これもさっき紹介した瀬戸大橋線と同じルールってことなんだね。以上が路線図には載っていない路線だぜ。貨物列車の専用線や短絡線など、本来繋がってないと思っていた線路が繋がっていたり、いろいろな路線があったね。最近ではトラック輸送が主流で貨物列車の輸送量が昔より減っているから、これらの貨物専用線を旅客化する動きが増えてきているんだ。例を挙げると、相鉄と JR の直通線や大阪東線などが最近開業した路線だな。貨物線としての役割は減ってしまったけど、それらの線路は新しい旅客路線としてうまく活用されているんだね。この他にも路線図に載っていない路線を知っている人がいたら、遠慮なくコメントに書いてくれると嬉しいぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。